厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。日東で動員、東京五輪反対デモの実態暴露、 NHK ドキュメンタリー。河瀬直美が見つめた東京五輪で、東京五輪反対デモ参加者、お金をもらい動員されてると明かしてしまう。22年6月公開予定の東京五輪公式記録映画で監督を務める河瀬直美さん。五輪が私たちの社会に残したものとは、映画の制作を通じてその問いと向き合う河瀬さんを NHK が密着取材。2022年6月に公開予定の東京五輪公式記録映画で監督を務める河瀬直美さん。あれか以前の2019年7月に取材を始め、撮影した映像は5000時間以上。21年12月に編集作業に入った。開催をめぐり賛否の声がぶつかり合った五輪が私たちの社会に残したものとは何か、その問いへの答えを探そうと河瀬さんは膨大な映像素材と向き合っている。長期にわたる密着取材に加え、記録映画の素材も用いながら、河瀬さんの知的格闘を描く BS1 スペシャル、河瀬直美が見つめた東京五輪、と題して、第1回が2021年12月26日に放送された。この放送の中で、東京五輪反対デモ参加者が、実は、お金をもらって動員されてたと打ち明けてしまっている。以下は放送の際画面に表示されたテロップ。五輪反対デモに参加しているという男性、実はお金をもらって動員されていると打ち明けた。デモは全部上の人がやるから、主催者が書いたやつを言った後に自分も言うだけ、記者いつデモがあるとか、どういった形で、あなたに連絡があるのですか？それは予定表をもらっているから、それを見ていくだけ。以上、テロップ。約30秒の動画がツイッターで公開され、拡散されている。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。東京オリンピック反対デモに参加したおじさん、お金をもらって動員されたことをゲロる。予定表をもらって行くだけだったと言ってるところを NHK がドキュメントで放送。そのお金はどこから出たのでしょうね。資金源はどこだ。不思議です。どうしたの NHK。 五輪直前には開催反対 66% と煽り、12月にも開催してよかったわ5割とこき下ろしてたのに、今頃手のひら返しか。 NHK はよくこれを放映しましたね。お金を配った本丸がどこか言ってないから大丈夫だと思ったのかしら。本当に驚きだ。参加者が金をもらってたのはまあ想像の範囲内だが、NHK が公表した背景は何なんだ。公平な放送局を装うためか。あるいは北京五輪反対集会も金をもらっているというニュアンスで報道するのが目的なのか。また地上波じゃなく BS1 というのも驚きだよな。 NHK の衛星放送国際放送担当部署なんて文字通り奥さの巣窟だからな。自身で制作するドキュメンタリーや放送するため海外から買ってきたドキュメンタリーなんてほぼ例外なく、これ中朝間や旧ソ連が作ったプロパガンダかと見まがうような内容ばかり。一方日本下げに関しては地道を上げている。医療は限界、五輪やめてと張り紙した立川総合病院をマスコミが大きく報道。知ってたよ私は。あれ系の病院、マスコミはあれは隠して報道。
テレビに騙されたらダメ。あれ？誰が指示をして黒幕は誰かだな。そこを追及していかないと。調査報道じゃないだろうけどね。報道するなら、お金がどこから出てたかも。報道しないとな。そこは濁さずに。背景も含めて報道しろよ。知ってた。たどるとこまでたどれば。金の出どころ、あれでしょ。まあこれだよな。金持ってるし、諸悪の根源。この手のあれ工作を、裏で仕切ってるのなんて。大概、蓋を開ければあれだし。デモ隊のヘルメット見ると、あそこみたいだけどな。あそことか、ここなら、あれは金を出さない。あれなら、ありうるだろうな。誰かが日当を出してるのは、知ってた。中国のオリンピックやめろという。マスコミが皆無な時点で、お察しですわ。北京大会は、中国でも特に、降雪量が少ない地域で行われるため、ほぼ全面的に人工雪に頼る。水は、地元の貯水池から引かれ、人工降雪機、約300機で連日作られ、大量の雪となる。水が少ない地域で、大量の電力と資源を使って、雪を作ることに。環境団体や活動家、マスコミも、これまで、誰も反対しない。こないだの武蔵野市のやつも、そうなんだろうな。こういうのがいるから、デモが信用できなくなる。ここまで、お金もらってることを隠さない工作員、初めて見たわ。このバイトしてたやつら、公安がチェック済みなんだろ。割り合わねえよな。実際には、公安のウパイが潜入してて、どこから金が流れているか、把握してるんだろうな。公表しないだけで、金もらって、人にあれするなんてあれだな。こうなったら、もうおしまいだ。左はいつまでこういうことを。右のレマ扱いにしておくつもりなの。デモや集会参加者に組織が日当を配るのって50年以上前からやってること。ただ新左は金がないから中国からもらわない限り日当払うなんてできないだろ。あれなら普通にやってるだろし、このじいさんがどこからもらってるかだな。左のデモって不自然なほどにじいさんが多すぎるもん。金もらって、歩いて、声出して。団塊老人の健康法に、もってこいだ。組織的にやってることは、間違いない。その上のやつって誰なのか。受信料を取ってんだから。NHK は、そこまで取材せえよ。沖縄の、あそこ反対デモと一緒だね。プロの存在って、常識だと思ってた。左さんたちが暴れ回るときには、いつも動員されてるよ。資金は当然、中国から出てるし、それで暮らしてる人も多い。沖縄でデモしてる人らって、半分は日本人ですらないし、これを法で規制できない日本は、やられた言い放題なんだよね。それを日本人として放送して、政府批判に持っていく民放も、中国から、指示受けてるんだし、純粋な日本人ならただオリンピック反対のためだけにデモなんかしないんだよな。というか何らかの裏がなければ憤慨してデモする日本人なんているのかって感じ。冷めてるやつがほとんどじゃないか。いい意味でも悪い意味でも。河瀬直美さん見直した。河瀬さんの映画楽しみにしてる人の多くは、反対派に近い方の人たちな気がするが、これは大丈夫なんだろうか？河瀬さんも大変だな。おそらく右からも左からも、ボロクソ言われる映画になるんじゃねえかな？どっちかによった作りなら、逆だろうけどさ。右からは、市川コンと比べた不評は、当然来るだろうと思うけど、左からは、謎の罵声が競う。市川さんも当時いろいろ言われたらしいね。個人的には良い映画だと思ったけどな。河瀬さんのもバランス取れた。
良い映画であってほしいな。以上、日本国内ネットの声。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたらぜひご覧ください。